まずはオプション取引の基本的な事柄について整理しておきたいと思います。はじめにオプション取引のイメージを持っていただくために、オプション取引の起源についてお話ししたいと思います。オプション取引は一説にはワインを作るブドウ農家が始めたと言われています。昔、ブドウ農家はワインを作るために搾り機を貸し出している会社にお金を払ってブドウを絞ってワインを作っていました。しかし、ブドウの出来具合によって搾り機のレンタル料が上下するという問題がありました。イメージとしては、豊作の年にはブドウの搾り機の需要が高まってレンタル料が50万円になって、凶作の年には需要が低下してレンタル料が10万円になるという感じです。このような状態だと、せっかくブドウがたくさん取れてもあまり儲からないと悩んだブドウ農家は、搾り機レンタル会社にある提案をしました。それが、1万円払いますので、ワインを搾るシーズンが来たら20万円で搾り機を使う権利をくださいというものです。そうすると、ブドウが豊作の場合には本来50万円のレンタル料を払わなくてはいけないところ、20万円のレンタル料で搾り機を使うことができて、権利の代金込みでも21万円で済みます。また、ブドウが凶作の場合には権利を放棄して本来の使用料10万円で搾り機を使います。これがオプション取引の始まりです。オプションというのは選択肢のことで、オプション取引というのは権利を売買する取引です。では、続いてはオプション取引の用語についてです。オプション取引は権利の売買ですから、A 株を来月10日に100円で買う権利を1円で買う、あるいは売るだとか、A 株を来月10日に100円で売る権利を1円で買う、あるいは売るというような約束を行うものというイメージを持ってください。そして、買う権利をコールオプションといって、売る権利をプットオプションと言います。コールは呼ぶという意味ですから買うにつながっていて、プットは置くという意味ですから距離を置くというふうに連想してください。それから、いくらで買ったり売ったりするという価格を権利行使価格と言って、権利自体の値段をオプション料、あるいはプレミアムと言います。ちなみに、この権利は将来の一定の日にしか行使できないタイプと、将来の一定の日までならいつでも行使できるタイプがあります。前者をヨーロピアンタイプ、後者をアメリカンタイプというんですが、これは自由の国アメリカと覚えてください。アメリカンタイプはいつでも自由に権利行使することができます。次はオプション料、プレミアムがどのような要因で変動するかということについてです。これは、権利行使できるチャンスが大きいほどオプション料も高くなると思っていただければ簡単に解けます。まず、権利行使価格については、コールオプションは権利行使価格が低いほど安い値段で買える、つまり権利を行使しやすいのでオプション料は高くなります。逆に、プットオプションは権利行使価格が高いほど高い値段で売れる、つまり権利を行使しやすいのでオプション料は高くなります。それから、原資産価格については、コールオプションは原資産価格が高いほど一定の決まった値段で価値が高いものを買えるということになる、つまり権利を行使しやすいということになるのでオプション料は高くなります。逆に、プットオプションは原資産価格が低いほど安い値段のものを高く売ることができるということになるので、オプション料は高くなります。それから、残存期間については、コールオプションもプットオプションも共通で、残存期間が長いほど権利行使のチャンスがあって、権利行使しやすいと考えられますから、オプション料は高くなります。で、また、ボラテリティというのは、原資産の値動きの大きさのことを言うんですが、値動きの波が大きいほど権利行使の可能性があると考えられますから、コールオプションもプットオプションもボラテリティが大きいほどオプション料は高くなります。では、ここでオプションの取引を例を使って説明したいと思います。例えば、
日経平均株価を2万円で買う権利、コールオプションを100円で売買する取引が成立した場合、オプションの買い手はオプションの売り手に対して100円のオプション料を支払います。こうすることによって、オプションの買い手は日経平均株価を買う権利を得て、オプションの売り手はその権利が行使されたら必ず応じなくてはいけない義務を負います。そしてもし将来の日経平均株価が1万8000円になったら、オプションの買い手は1万8000円のものをわざわざ2万円で買いませんので、権利を放棄します。そうすると、オプションの買い手はオプション料100円を損して、オプションの売り手はオプション料100円を儲けることができます。このように、オプションの買い手の損失はオプション料に限定されて、オプションの売り手の利益もオプション料に限定されます。で、また、もし将来の日経平均株価が2万2000円になったら、オプションの買い手は2万2000円のものが2万円で買えますので、権利を行使します。そうすると、オプションの売り手は権利行使に必ず応じなくてはいけませんので、よそから2万2000円で仕入れて、それをオプションの買い手に2万円で売ると思ってください。その結果、オプションの買い手の利益は2000円から権利料100円を引いた1900円となって、オプションの売り手の損失も2000円から権利料100円を引いた1900円となります。このように、基本的にはオプションの買い手の利益は限定されず、オプションの売り手の損失も限定されません。これを見ていただくと分かる通り、オプション取引は手数料や税金を無視するとゼロサムゲームになっています。つまり、誰かが儲かると誰かが同じだけ損をするという仕組みです。ここでオプションの損益図について触れておきます。コールオプションを買うと、原資産価格が低い時には権利行使ができないのでオプション料分損しますが、原資産価格が高くなると利益が出るので、権利行使価格を境に右肩上がりの図になります。コールオプションを売ると、原資産価格が低い時には権利行使されないのでオプション料分儲かりますが、原資産価格が高くなると損が出るので、権利行使価格を境に右肩下がりの図になります。プットオプションを買うと、原資産価格が高い時には権利行使ができないのでオプション料分損しますが、原資産価格が低くなると利益が出るので、右肩下がりだったものが権利行使価格を境にフラットになる図になります。プットオプションを売ると、原資産価格が高い時には権利行使されないのでオプション料分儲かりますが、原資産価格が低くなると損が出るので、右肩上がりだったものが権利行使価格を境にフラットになる図になります。試験対策上、これらは理屈ではなく直感的に書けるようになりたいので、簡単なテクニックをご紹介します。まず、4つの損益図をダイヤモンドを作るように並べてください。そうすると、列の左がコール、右がプット、行の上が買い、下が売りになります。これは反時計回りにパソコンを買う、つまり PC 買うと覚えると忘れません。これで直感的に4つのポジションの損益図を書くことができます。4つのポジションの損益図を書くことができるようになったら、次は合成オプションについて説明したいと思います。これは4つのうち2つを組み合わせる投資戦略で、そのポジションを取る意図を理解して、損益図が書けるようになってください。まずは先ほどのダイヤモンドの損益図を横に組み合わせるパターンについて、要するにコールとプットを両方買う、または両方売るパターンです。現月と権利行使価格が同じコールの買いとプットの買いを組み合わせる戦略をストラドルの買いと言います。この戦略では、原資産価格が権利行使価格を下回ると、コールで固定の損が出てプットで利益が出る一方、原資産価格が権利行使価格を上回ると、コールで利益が出てプットで固定の損が出ますから、ストラドルの買いの損益図は
先端が尖った谷型になります。これと似たものに権利行使価格が異なるコールの買いとプットの買いを組み合わせるストラングルの買いという戦略もあります。この戦略では原資産価格によってはどちらの権利も行使できない場合がありますから、損益図は先端がフラットな谷型になります。つまりストラドルの買いもストラングルの買いもどちらも相場が上がるにしろ下がるにしろ大きく動くと予想する際に取るポジションなんですが、ストラングルの買いの方がより相場が大きく動くと予想する際に取るポジションだと言えます。次に現月と権利行使価格が同じコールの売りとプットの売りを組み合わせる戦略をストラドルの売りと言います。この戦略では原資産価格が権利行使価格を下回るとコールで固定の利益が出てプットで損が出る一方、原資産価格が権利行使価格を上回るとコールで損が出てプットで固定の利益が出ますから、ストラドルの売りの損益図は先端が尖った山型になります。これと似たものに権利行使価格が異なるコールの売りとプットの売りを組み合わせるストラングルの売りという戦略もあります。この戦略では原資産価格によってはどちらの権利も行使されない場合がありますから、損益図は先端がフラットな山型になります。つまりストラドルの売りもストラングルの売りもどちらも相場が一定のレンジに収まると予想する際に取るポジションなんですが、ストラドルの売りの方がより値動きが小さい範囲に収まると予想する際に取るポジションだと言えます。試験対策上ダイヤモンドの損益図のイメージが頭にあれば、これらの合成オプションの損益図を書くのはそれほど難しくないですが、名前がややこしいのでストラドルは5文字、ストラングルは6文字ということで、ストラドルよりストラングルの方が名前が長いことから合成損益図の先端が短いというか尖っているのがストラドル、フラットな部分があるのがストラングルと覚えてください。次はダイヤモンドの損益図を縦に組み合わせるパターンについて。要するにコールの買いと売りを両方行う、またはプットの買いと売りを両方行うパターンです。最初は権利行使価格の低いコールの買いと権利行使価格の高いコールの売りを組み合わせるパターンです。このような戦略をバーティカルブルスプレッドと言います。合成損益図は権利行使価格が低いとどちらも権利行使されなくて両者のオプション料の差額だけ損します。そして原資産価格が上がればコールの買いで利益が出るようになりますが、一定以上上がっても今度はコールの売りで損が出て相殺されますから利益には上限があります。ちなみにこれは権利行使価格の低いプットの買いと権利行使価格の高いプットの売りを組み合わせても同じことができます。この場合の合成損益図は原資産価格が高いとどちらも権利行使されなくて両者のオプション料の差額だけ利益が出ます。そして原資産価格が下がればプットの売りで損が出るようになりますが、一定以上下がっても今度はプットの買いで利益が出て相殺されますから損失には加減があります。これらは相場は先行き上昇すると予想するものの必ず大きく上昇するという確信が持てない場合に有効な戦略で、相場が予想の範囲を超えて上昇しても利益が限定される代わりに下落時の損失を限定することができます。次は権利行使価格の低いコールの売りと権利行使価格の高いコールの買いを組み合わせるパターンです。このような戦略をバーティカルベアスプレッドと言います。合成損益図は原資産価格が低いとどちらも権利行使されなくて両者のオプション料の差額だけ利益が出ます。そして原資産価格が上がればコールの売りで損が出るようになりますが、一定以上上がっても今度はコールの買いで利益が出て相殺されますから損失には加減があります。ちなみにこれは権利行使価格の低いプットの売りと
権利行使価格の高いプットの買いを組み合わせても同じことができます。この場合の合成損益図は、原資産価格が高いとどちらも権利行使されなくて、両者のオプション料の差額だけ損が出ます。そして原資産価格が下がればプットの買いで利益が出るようになりますが、一定以上下がっても今度はプットの売りで損が出て相殺されますから、利益には上限があります。これらは相場は先行き下落すると予想するものの、必ず大きく下落するという確信が持てない場合に有効な戦略で、相場が予想の範囲を超えて下落しても利益が限定される代わりに、上昇時の損失を限定することができます。試験対策上はどのような組み合わせでその合成オプションが作られているのかを素早く読み取れるようになりたいです。つまりコールの買いとコールの売りの組み合わせなのか、それともプットの買いとプットの売りの組み合わせなのかということと、それらのうちどちらの権利行使価格が高いのかということの2点が重要なんですが、これは合成損益図の斜め線に着目すると早いです。例えばバーティカルブルスプレッドがコールの買いとコールの売りの組み合わせであると仮定するなら、コールのうち損益図に右上がりの線があるのはコールの買いです。つまり合成損益図の裏側にこのようなコールの買いがあることがわかりますから、コールの買いの方が権利行使価格が低くて、コールの売りの方が権利行使価格が高いとわかります。またもしプットの買いとプットの売りの組み合わせであると仮定するなら、プットのうち損益図に右上がりの線があるのはプットの売りです。つまり合成損益図の裏側にこのようなプットの売りがあることがわかりますから、プットの売りの方が権利行使価格が高くて、プットの買いの方が権利行使価格が低いとわかります。一応バーティカルベアスプレッドについても説明しておきます。これがコールの買いとコールの売りの組み合わせであると仮定するなら、コールのうち損益図に右下がりの線があるのはコールの売りです。つまり合成損益図の裏側にこのようなコールの売りがあることがわかりますから、コールの売りの方が権利行使価格が低くて、コールの買いの方が権利行使価格が高いとわかります。またもしプットの買いとプットの売りの組み合わせであると仮定するなら、プットのうち損益図に右下がりの線があるのはプットの買いです。つまり合成損益図の裏側にこのようなプットの買いがあることがわかりますから、プットの買いの方が権利行使価格が高くて、プットの売りの方が権利行使価格が低いとわかります。次はダイヤモンドの損益図を斜めに組み合わせるパターンについて。要するにコールの買いとプットの売りを組み合わせる、またはコールの売りとプットの買いを組み合わせるパターンです。つまり斜めの線が同じ角度のオプションの組み合わせです。現月と権利行使価格が同じコールの買いとプットの売りを組み合わせると、原資産価格が権利行使価格よりも低いとプットで損が出て、原資産価格が権利行使価格よりも高いとコールで利益が出ますから、先物の買いと同じポジションを取ることになります。また現月と権利行使価格が同じコールの売りとプットの買いを組み合わせると、原資産価格が権利行使価格よりも低いとプットで利益が出て、原資産価格が権利行使価格よりも高いとコールで損が出ますから、先物の売りと同じポジションを取ることになります。このように説明すると、なぜ単純に先物を買い立てたり売り立てたりしないのかと思われるかもしれませんが、オプション市場と先物市場の間に価格差があって、合成オプションの損益図と先物の損益図が重ならない場合があるからで、このような時には両者の価格差を利用して利ざやを稼ぐことができます。例えば合成先物が割安で先物が割高であった場合、合成先物の買いポジションと先物の売りポジションを同時に取ると利益を得ることができます。このような戦略をリバーサルと言います。また合成先物が割高で先物が割安であった場合、
合成先物の売りポジションと先物の買いポジションを同時に取ると利益を得ることができます。このような戦略をコンバージョンと言います。試験対策上のテクニックとしてこれらを区別するためにはバーの前の音に注目してください。そうすると離婚という単語になります。離婚は仲が良かった2人が険悪になるということで、上り調子から下り調子になるイメージを持ってください。つまり利は上り調子、婚は下り調子ということで、リバーサルは右肩上がり、コンバージョンは右肩下がりと連想して、リバーサルは合成先物の買いポジションを持つ戦略で、コンバージョンは合成先物の売りポジションを持つ戦略だと覚えてください。次はオプションを使ってリスクヘッジする戦略について。オプションを使ってリスクヘッジする手段には、カバードコールと呼ばれる方法とプロテクティブプットと呼ばれる方法があります。これらはどちらも原資産の買いポジションを持っている人がオプションのポジションを保有してリスクヘッジする取引です。なので原資産価格の値動きと逆の値動きをするオプションのポジション、つまり損益図が右肩下がりになっているポジションを保有します。端的に言えば原資産とコールの売り、もしくはプットの買いを組み合わせるということです。原資産の買いポジションとコールの売りポジションを保有する戦略をカバードコールと言います。この戦略では相場が大きく上昇した場合、コールの売りによる損失が生じますから利益が限定されますが、相場が大きく下落してもプレミアム分だけ損失が少なくて済みます。それから原資産の買いポジションとプットの買いを持つ方法をプロテクティブプットと言います。この戦略では相場がどれだけ下落した場合でも損失を支払ったプレミアムに限定できるメリットがあります。ただし相場が上昇した場合には利益の上限はないものの、支払ったプレミアムの分だけ利回りが低下します。試験対策上の覚え方としては、カバーとプロテクトにはどちらも防ぐという意味がありますから、どちらも現物資産の損失を防ぐために行うオプション投資だと覚えてください。つまり原資産の買いポジションと合わせて損益図が右肩下がりのオプションのポジションを持つ戦略です。ダイヤモンドの損益図のイメージが頭にあることを前提に、これさえ抑えれば迷うことはないと思います。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。